サラーラの衛星写真サラーラは、アラビア半島南部の港町で、オマーン南部のドファール特別行政区の、行政中心都市。人口は178,469人、都市圏人口は193,48人で、オマーン第二の都市。オマーンの国王、カーブース、ビンサイードの出生地であり、その権力基盤でもある。歴代のスルタンは首都かつ。 最大都市のマスカットよりもサラーラに拠点を構えることが多かったが、カーブースはこの伝統を破り大韓以来マスカットに住んでいる。しかしたびたびサラーラを訪れ影響力の強い部族長たちや政治家たちと面会している。インド洋に面した港町で中東、インド、アフリカへの入り口となる戦略的重要性は古来より変わらず古代の港町の遺跡。 スムハラムがあるほか、町の 15km 南西にあるサラーラ港は、インド洋でも有数のコンテナ港として繁栄している。欠片の気候区分では乾燥した砂漠気候であるが、季節風の影響で乾燥した季節と多湿な季節にはっきり分かれる。6月から9月は、平均湿度が80%を上回り、 降水量こそ少ないものの高温多湿な気候となる。特に7.8月は極端に曇りの日が多くなり、サラ・ラの北側の山地には比較的多くの雨がもたらされ、オマーンには希少な森林が形成される。サラ・ラはアラビア砂漠の近くにあるもののインド洋の影響を受けており、一年のほとんどは砂漠気候ではなく熱帯の気候である。気温は 夏は40度近い高温となるが、冬は22度にまで下がる。6月後半から9月前半までのサラーラには、南西からのモンスーンが吹く。この時期は、ハリーフの季節と呼ばれ、雨が多く、ペルシャ湾岸のアラブ諸国から秘書に来る、観光客が多く訪れる。ハリーフの季節には、秘書客で街の人口は2倍近くになり、ハリーフフェスティバルなどの催しも開催されている。 サラーラ市民の多くはアラブ人だが、インド、パキスタン、スリランカ、バングラデシュなど、南アジアから移住してきた人々の大規模なコミュニティもあり、インド人学校やパキスタン人学校も設けられている。サラーラ国際空港がある。マスカットなどからの国内線が中心だが、クエート、ドバイ、ドーハなど、ペルシャ湾岸の大都市からの国際線も就航する。 ハリーフの季節にはヨーロッパなどからの観光客のための臨時便も飛ぶ。サラーラの経済は港湾と観光で成り立つ。サラーラ港のコンテナターミナルは1998年に開業し、デンマークの AP モラーマースクのグループ企業であるアプムターミナルが運営している。サラーラはヨーロッパと東、アジアを結ぶ航路に面し、東、アフリカやインドへも近い。 世界のコンテナ船航路の重要なハブ公案の一つとなりつつある。サラーラ港はドファール特別行政区でも有数の民間企業で区内における民間の雇用者としては最大である。サラーラ港に隣接するサラーラフリーゾーンは中東における重工業や流通の中心の一つとなることを目指して作られ、サラーラに寄港する船を増やすべく各国企業の工場や 倉庫の誘致が行われている。サラーラは観光都市でもあり、カラ産地や入港の原料となるボスウェリア族の樹木が多数茂る、和地が多くの人々を引きつける。ドファール州内の交易都市や港湾都市の遺跡、入港の原料となる木々の自生地は入港の土地の名で世界遺産に登録されている。町の近郊や周囲の産地には、 モンスーンの時期には、緑の木々が生い茂る。こうした、豊かな植生は、家畜の群れを養い、ヒョウやハイエナ、フラミンゴなど、東アフリカとも共通する野生生物を育んできた。砂浜や海岸地帯では、スキューバダイビングや、バードウォッチングなどもできる。サラーラ付近は、古い歴史でも知られる。古代の城郭都市、スムハラムは現在は、 廃墟となっているが、紀元前100年から400年にかけては、ローマ帝国とインドを結ぶ港町として、また、入港の積み出し港として繁栄した。またコーランにも登場する、旧約聖書の預言者、ヨブの墓とされるものが、ジャバルカラ山中にある。ありがとうございます。